はい、こんにちは、チュータです。お疲れ様です。今日もメタルギアスリッド5ね、やっていきたいと思います。はい、次なるミッションにね、向かいます。はい、ボス、俺は一つあんたに伝えていなかったことがある。うん。俺たちの古い友人ゼロは、あんたが合衆国を離れてから、表舞台に姿を見せなくなった。はい、もう10年以上だ。そうなんだ。カリブ海のあんたの基地で起きた事故は、彼の差し金だと考えていたようだが、ゼロはあの時点ですでに病床に伏していた。だから、あれがゼロの意思なのか、俺はずっと疑っていた。そうなんだ。が、あの男がエメリヒといたことで確信した。俺はあいつを知っている、あれは俺たちの友人の腹心だった。顔のない、いや、見てはならない顔を持つ男、スカルフェイス。やつこそが9年前あんたの基地を沈めた張本人だ。スカルフェイスはゼロの意志を離れ、サイファーを私物化、実装部隊 XOF を動かし、この前の人。そう、はい。俺たちが追っているサイファーとはゼロじゃない。ゼロじゃない。ゼロよりも危うい、クー。クー、スカルフェイスだ。クー。はい、さあ、ですね、ミッションを見ますか。ミッションリストですね。あ、9番をやってなかったですね。そして漆黒の下、現世勢力が占拠中の油田施設から原油が流出しているというのがあるね。これいきますか。9番やってないけどね。やり忘れてる。こっち行きますか、じゃあ。はい。何で破壊するのかな。とりあえずこれで行って、後であれするかな。はい。とりあえず出ましょう。はい。行きましょう。よろしくお願いします。あ、アフリカだ。やっぱりアフリカに行くんだね。情報班の情報だ。はい。ターゲットはアンゴラのムヒンダ油田、高架支店の上流にあたる。はい。この一帯は流出した原油まみれ、ムネネ川を渡るパイプラインが破損し、汚染が川沿いに広がった。これ全部油ですか、これ。下流の村では飲み水もままならない。うわ、まずいっすね。さあ、大変なことになってますね。環境破壊じゃないか。原油をパイプラインへ送っている。こいつを壊せば流出は止まる。はいはい。クライアントは環境 NGO だ。環境 NGO からの依頼ですか。表向きは慈善活動、はい、だが引き受けた理由は他にある。もともと無品大油田は老朽化のため放棄されていた。それを反政府勢力のウニータが占拠、強引に再稼働させたらしい。おいおいおい、盗んだのか。ウニータは急速に装備を近代化している。あ、そうか。米軍の武器が横流しされてるって噂だ。おや、情報班の見立てではその仲介役はサイファーのフロント企業。はい。ウニータの動向を追えばそのからくりが見えてくるかもしれない。なるほど、なるほど。慈善事業の格好をしてあれですね、情報を探るわけだな。これですか。うわー、油まみれってのはここもそう。はい、来ましたよ。おお、また雰囲気が全然違いますね、前とね。ジャングル、ジャングルっぽいな。サイファーのスカルフェイスへの手がかりをつかむ第一歩だ。はい、頼むぞ。はい。ボス、うわー、まずは油田施設へ向かってくれ。うわ、ここからワラヤマサを越えた北にある。はい。現在村はウニータが占拠中。はい。油断するな。はい、こうですよ。大丈夫ですか、 DD。 油まみれになっちゃうんじゃないの。ほら、さあ、俺たちが始めた戦争ビジネスは、9年の間にいびつな成長を続けた。おー、滝がありますよ。戦士たちは戦争の犬になり下がり、プライベートホースと呼ばれて世界中の紛争地帯へ派遣されている。かつての仲間たちが大義も理由もなく世界中で命を落としている。ただ生きるために。
特にこのアフリカでの PF の需要は大きい。 PF? 東西対立、資源収奪、はい、民族対立、はい、先進国の繁栄がこの地に影を落とし、紛争の火種となっている、はい、あらら、この地を覆う油まみれの湿地もその一つだ、うん、そうなんだ。何？どこにいるの敵が？ちょっと待って、どこですか敵？ちょ、はいはいはい。いるの？どこですか？まず目的地がですね、見せてください。ずっと向こうですね。この道を行って、はいはいはい、そんな感じだと。了解。この方向でいいと。どこに乗ってないな。Enemy presence detected. はいはいはい。Map has been updated. はいはいはい。ここは上がっていくのかな。おっ、できた。はい。で、それはジギタリス。うん。毒性があるが、処方次第では薬にもなる。おお。はい、わらやまさに着いたな。はい、この村はウニータへ横流しされる物資の中継地になってる。武器や資源を蓄えているはずだ。うん、奪えば役に立つだろう。なるほど。汚れた品だ、遠慮するな。こんな感じです。皆さん、はい、見ましょう。アナリシス、はい、お、戦闘 B の方がいますね。さあ、君はどうだ。アナリシスコンプリート。はい、1、2、3。アナリシスコンプリート。はい、3人あとはいますね。アナリシスコンプリート。はい、4人。おお、これなんか面白いな。はい、場所が違うので、もう建物から何からね、結構ね、形が全部違います。こんな感じですね。さあさあ、やってしまいましょう。あそこにいる人を、まずね、この高いところにいる人をやってしまった方がいいかな。よしよし、待ってね。夜じゃないからね、明るいからね。 CFA、 ロゴがね、ん？あ、やべ、もうバレた。いやー、潜入していきたかったけどなー。やべ。あ、ちょ。やべ。さあ、しょっていこうか。よいしょ。はい、こっち行きます。で、はい、あれできない。フルトン、こういう時は。あれ、そうだっけ。あ、もしかしてもうあれか、物がないか、前の続きだから。いや、バレてしまったらやんなきゃいけないじゃないか。はい、野生動物ね。野生動物いっぱいいるのかな、こっちは。はい、わかりました。弾薬をあれしましょうか。ちなみに足止めできる。おお、マジ。あ、寝た。足止めしていくか。
うん、はい、さてここにいっぱいアイテムがあればいいですけどね。レイン、やべやべやべ、寝ないなこの人。ずいぶん、はい、これで全員ですね。うわ、雨だ。雨は初めて？あんまりなかったよね、雨。さあ、こういうのはどう？はい、そこに一人います。あ、そこに二人いるんですね。おお、すごい場所だなこれは。うわ、面白い。さあ、隠れられる場所がたくさんありそうなので。雨か、うん、この雨音なら多少の足音はごまかせるだろう。あ、なるほどね。ちょっと情報を聞き出してみますかね。あ、そうか、言葉が分かんないか。 EF の連中が使っている言葉はアフリカンス、南アフリカ共和国の公用語だ。あ、もし何を言ってるかを理解するにはアフリカンスの通訳スキルが必要だ。いや、無線もしばらくは通訳なしでしのいでくれ。無線も分かんないね、じゃあね。了解。ブラックキャロット、一般的な人参の原種に。あ、人参だ。野生動物にも好まれているようだ。はい、ん、どっか光ってなかった。人参取るのは初めてだね。さあ、そうしたら行きましょうか。ここにジープがありますからね、乗っていきましょう。兵器を探知、行きましょう。乗り物があると楽でいいね。村を抜けたな。うん、油田施設へ向かってくれ。はい、川の上流だ。行きましょう。敵がいる。あ、敵がいる、敵がいる、敵がいる。抜けていっちゃうよ、もう。行きましょう。さよなら、さよなら。無品だ。油田のオーナーは、はい、サンアール社、南アフリカ。3R たり次第に余生を掘り続けてきた。うん、流出量が減ると施設を放棄。だが老朽化した施設からはその後も原油が漏れ続ける。良、うん、くない、良くない。リータの選挙は、はい、流出の原因は洞窟だと主張している 3R にとって好都合とも言える。いずれにせよあまり素性のいい企業じゃない。そうなんだ。おーおーおお、すごい生き物がいたね今。さあ、そこも集落だったはずだが完全に消失しているな。おお、はい、そろそろですけどね。こんな勢いで入ってっちゃって大丈夫なのか。ちょっとエネミープレゼンスディテクテッド、ザマップハズビンアップデート。うわー、待ってください。突然こう近代的な建物が見えてきたな。油田施設だ。原油の流出を止めるには送油ポンプを停止させ、油水分離タンクを破壊する必要がある。はい、詳しくは端末で確認してくれ。はいはい、分かった。こうですね、こんなですね。さて、 これこう、これはあれかな、川かな。これは川ですか。でも汚染されてるということでしょうか。この人なんだ、あのスキルは。ハテナはなんだ、突出して何かがすごいのか。それが分かんないですね。初めて見た、あんなの。どうした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 。よしよし、はい、よし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 が必要。すいません、あんまりよしよししてこなかったからね。はい、
さあ DD、 うわー、これはまた面白いところに来ましたね。じゃあマップを見ますと、ここがここら辺がターゲットっていうか入る場所、行く場所ですねきっとね。はい、さあどれだけ敵がいるかわかんないけどさ、行きましょうね。あ、マジ明かりが見てますね目の前ですね。はい、こう行こうか、こっちからね。うわー、なんかこうね、流れてる音がするけどさ、こう、いやー、ドロドロなんだろうな。これこれ、もうほらこっからだもん。これちなみに入っていけたりするの、これって。うーわーあ、いけるんだこれ。あららら、入っちゃいましたよボス、じゃじゃんと。いるわいるわいるわ。さーて、 DD を向こう側から大丈夫なのか、ちょっと待ってください。おおお、恐ろしい。まず状況を確認しようか。こうなってて、ここ上がれる？あ、はいはい、こんな感じですね。目的地がそこなので、ぐるーっと回って行ってみるか。近いですね割と。みんないますね近くにね。登ってきてたりするし、後ろからもいるしでね、まずいな。あれの下か。おーおー、どうしますか。ソーコムがですね、あと8発なのかな。眠らせてしまいたいですけどね、一人ずつね。さあ近い人たちは、先にこの人たちだけでも、あっとまずいな。いやバレてしまった。さて、これってバレてる？リリアそこにいますね。ボスどうだ、バレてないかな。はい、こっちに向かってきてるけど大丈夫？これ落ちたら多分ダメだろうな。うわー、ライトを向けてるな向こうはな。もううまく隠れたと思うんだよね。すごいいるな。すごいいる。これ下には降りれないよね。あ、ここには降りれるのか。おお、ボス、すごい。とりあえずちょっとこれ登ってですね、あれやってしまいたいですよ。近くにいるかもしれないが、そう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 、うわ、めちゃくちゃいますね。で向こうの人、
待て、バレてるのかな。あら、え、なぜバレた。なぜバレた。まずいな、この数は。この数はまずいな。この数はちょいとまずいですね。ずるーっとしてきたな今。当たんねえ。弾かれたか。だが相手の防御力はそいだぞ。見えない。あ、うわ、いて。まずい。うわ、まずい。これはまずい。まずい。うわ。すげえ強かった。盾を持ってたね。スネーク、応答しろ。スネーク。強かったな。やっぱバレちゃいけなかったか。油田施設を破壊。原油の流出を止めてくれ。施設の再稼働を防ぐには、送油ポンプの停止と下水分離タンクの破壊が必要だ。まあちょっとあれしますか。詳しくは端末で確認してくれ。待って。ちょっと待ってね。あ、こういうの。この場で。はいはい。はい。今ですね。やり直してますと。はい。これどこから入るんだろう。これは。うわー、敵がいるな。向こう側から入るかな。今ね、やり直してまして、正面から入ろうとしていますということですね。あ、これ登れた。で、これ電源切ります。はい。それは資源コンテナだ。資源コンテナ。内装の帯の色で中身を区別しているようだな。どう？いずれもダイヤモンドボックスの運営に役立つはずだ。今度は運べる？ダメか。おお。ちょっと待って。これ大丈夫？近い。眠らしてるけどな。ここもね、だいぶね、広いんだよね。そしていろんなところから見えちゃうね、これ。はい。あ、受け取った。これはトイレか。見つかったらここに隠れられる。おお。時間を潰すならタバコはどうだ。タバコで、なんか音が鳴ってるな。どこから音が。あ、雨。すごい。ですね、行きたい場所がその中なんですよね。そして運のいいことに雨が降ってきたので、あの人は下か。中に入りたいですけどね。でですね、これバレるかな。大丈夫そうですね。よし、じゃあこの人やってしまいましょう。雨はいいですね。はい。そしてまずい。あ、なぜ了解、回収する。なぜバレた。うわ、真っ暗。マジ、またバレてしまいました。ここ狭すぎるな、これ。もうしょうがない、牢城か。出た、このスタイル。おい、リリー。
これね、まあ命の危険はあんまりないですけどね、あの撃ってこなかったら。ほほほ、来ない、来ないところがすごいよねこれね。あ、閉めた、閉めた、すげえ。開けた、来るか、やべやべやべ、うわー、さあ入ってくるでしょうか。間違えたか、だが相手の防御力は削いだぞ。もう向こうしかいないか。はいはいはい、そうだろうね。いやー、バレずに行きたかったな。目的地は向こうですからね。どうやって行くんだろうな。見えんのかな。場所が、場所がわからないな。この向こう側？ああ、そこか。Clouds approaching. ハンドグレネード。うわすげえ、当たった、当たった、当たった。よく当たったな。で、これ上行って大丈夫な。ちょっと行ってみますか。でですね、ここはどうなってるんだろう。ターゲットポジションってなってますけどね。あそこら辺にみんないるんですね。あ、ここから入ってくるのかな。ちょっと待って、中入りましょう。そういうポンプの制御室だ。はいはいはい。緊急停止スイッチはその中だろう。あ、これか、これを押す。はいはい、停止スイッチ押しましたと。どうなった、止まってないっすよ。ほらほら、なになになに、ん、なに、なに、ちょっと待って、ちょっと待って、なんだこれ。え、は、肺が。そういうポンプの停止を確認。次は油水分離タンクだ。破壊してくれ。再稼働を阻止するんだ。ちょっと待って、あのね、なんだ今、肺の膨らんだ人は。恐ろしかったですね。まあそれとですね、敵がさ、あ、こう、なんかこう、フロッピーディスクのコンピューターが9801がありますよ、ここに。さて、でですね、一旦アラートは解除されてるのかな。もう一個なんかやるって言ってたな。なんだっけ、こっちか、これか、向こう側ですね。うん、勢い動いてるな、たくさんの人が。ちょ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 、まずまず、なに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 、どうしたみんな。
これ鳴らしてみるか。あ、やめとこうかな。あの人やってしまいたいな、そこにいる人ね。この人一人だったら大丈夫な気がしないでもないかな。さあ、よいしょ。うん、大丈夫ですよね。あと向こうに1、2、あ、そんなにいないじゃんね、もう。あ、でもなんか見つかっちゃうかな、近くに行ったら、ね、了解だ。待ってください。あとは向こう側なんですよね。で、降りてしまった方がいいか。そしたらどうせだったらね。で、そっちの人、その人やろうか。この人、はい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 。それで、さあ、あと2人だけ。いや、これ間に合うかな。よいしょ。あ、おいおいおい、よしよし、あ、よし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 。危ない危ない危ない。これで大丈夫？もういない？わあ。さて、あとはあの向こう側の赤い場所かな。はい、すごいたくさんいたはずなんですけどね。ここ入る？これ 20m ですね、マーキングした場所がね。さあ、もうすっかり夜が明けてしまったな。はい、これ、そのタンクを壊すんだ。これを壊す？爆発系の武器を使え。 C4 はあるか？ないっすね、 C4 ないので要請しますか。どこだ？これか。あ、一個これが、はい。Please, supplies requested. ね。じゃあ、敵はあと一人だったからな。待ってましょうね。おーい、おい、落ちないでくれよ。はい。さあ、C4 でございます。はい。初めての。C4 ですね。何で使うって書いてた？E ボタン。あー、これで、これで仕掛けます。C4 を仕掛けたら、はい。起爆は距離を取ってからだ。巻き込まれるぞ。はいはい、こうなってますね。はい、で、右クリックプラス E ということですね。はい、右クリックプラスいいですね。じゃあやってみますか。こんだけ離れたら大丈夫だろうからね。あそこですね。ターゲットの油水分離タンクだ。はい、破壊してくれ。うわ、ずいぶん派手。ちょっと待って。目の前すぎた。で、いや、この人びっくりしたよね、半ズボンの。おお。派手にやったな、随分。あ、やばいぞ、ボス。はい、なんか嫌な、嫌な予感。出た、早急に離脱。急に離脱出た。どこに離脱すればいいの？どこに？え、こっちでいいの？車があったよな、車が。どっから敵が来るんだろう、それが分かんないね。わー、怖い。ワン。ワン。
リディ、敵がいる？さあ、自動車でね。よし、行くぞ。離脱するぞ、離脱。で、おお、そういうことか。とりあえずこう外れれば大丈夫なんじゃないかなと思うんですよ。逃げろー、逃げろー。ノー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 。あー、怒られる、怒られる。動物保護団体から怒られるわこれは。やべやべ。大丈夫？離脱してる？離脱してない、まだ。やべやべやべ。いいよいいよ。うわー、オイルがこう、うわー、色がさ、あまり色ってのこれね。あ、離脱した離脱した。 OK。 あ、でもここがいた、ここが、ここが目の前、目の前。どうした？何の音これ？ミッション完了。何の音今の？まだいけるな。よし、よかった。ありがとうございました。はい。あぶねー。ボス、油田のオーナーであるサン・アール社をもう一度習ってみた。はい。うん。この会社、うん、やはり真っ黒だ。真っ黒かいな。TF を雇ったのはウニータではなくサン・アール自身。横文字ばっかだな。TF ウニータサン・アール。はい。おまけにヨハネスブルグにある本社は雑居ビルの一室。実態がない。おいおい。3年前に投資ファンドが加入。タックスヘイブンか。合併や事業売却を繰り返すうちに経営が悪化したらしい。ペーパーカンパニーですね。はい。その投資ファンドも今は解散している。あらら。完全なペーパーカンパニー。あらら。つまりこの暗闇の先にはサン・アールの名を借りた誰かがいる、うん、いね、ということだ、はいはい、そうだね。それにやべえな、あの奇妙な死体連中が一体すごいやばいな。あそこで何をやっていたんだ。よく見ればよかったな。そういえば寄ってね、余裕なかったけど。なんだこれ、 D ・ウォーカーの武装。やあ、やあって。スネーク、君のために専用のウォーカーギアを用意した。はい。潜入任務に対応した静音装甲と離れた場所からの呼び出しが可能なカスタム機だ。差し詰め、D ウォーカーといったところかな。うん。武装はサプレッサー付きの麻酔銃。武装の追加や本体の強化が必要なら端末から指示してくれ。使えるの？ホエロ。わあ、すごいね、ホエロだって。はい、ありがとうございます。はい。ボス、ミッションリストを更新した。ちょっと待ってよ。ロロロロロロロ、どうするこれ。サイファーやスカルフェイスとは無関係なようだな。こっち。うまくすればアフリカンス語の通訳を獲得できるかもしれん。おお、通訳さん。詳細は端末で確認してくれ。はいはいはい。そうなんですけどね、ちょっと待ってね。ストップストップ。ヘリを呼びますか。ね、ここに行こうか。これすごいね、ここ、ほら。これ楽しいよな、これ。ボスボス、こう、おお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 お。昔こう、小さい頃にね、これ自転車でこんなね、泥のこんとこ行ったりね、しましたよね。これダイヤモンドドックスのロゴがついてるけど。あー、やべ。こちら P4 の、まもなくランディングゾーンに到着する。ほら、ロゴがついてますよ、これ。自分の？こちら P4 の、ランディングゾーンに到着。はい、ありがとう。待機しなくていいよ。入りましょう。ああ。よし。ありがとうございました。はい。はいはい。入ります。いやー、よかったー。
Extraction arrived at mother base. はい、なんとかなりましたね。よし。はい、じゃあまた次回も頑張ります。また見てください。今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。